はい、なんだっけ、あ、自己紹介かお願いします。はい、スタンミです。エイです。コタです。俺です。どこかなあ、いいよいいよ、ヘッドショット避けてよ、そうやっていいよ、ペイントかけてよ、電費しろる、どこにいる、間違いなく当たんないよ、それは多分大丈夫。あーですね、何この崖。余裕のあるさ、あー、ハムチか、ハムチ、あー、やべえ。あどうしたの。エグ左からね、エグ左から、いいよ、はい、左から、いいよ、はい、せーの、はいはいはい、あ、ちょっとビビったビビった、どこにいるかちゃんとやろう、ついでに、あざーい。何、誰もいねえ、この4人の中でさ、誰と付き合いたいか議論しない、超気持ち悪い話題始めようか。やば。女性だったらこの人と付き合いたいの議論始めようか。これはね、とんでもなくキモいから。自分が女でしょ。自分が女だったら俺じゃいいですか。待ってよ、先に。これはちょっと待ってよ。いや、返答によっては今後の付き合い変わってくるからね。俺はね、結構ね、俺はね、結構やっぱり、ま、みんなの、結構お互いでさ、知ってるじゃん、一応。まあね。女性に対しての。だからこそ俺は結構あの、いい意味ですぐ選べたよ。A 君から。もうこの人がいいと。うん。誰ですか？俺はね、コタッピかな。胸毛ボボったよ。俺はね、俺は意外性、マジ？俺はあのコタッピのずっと聞いてたんだよ、女の子に対するさ。あー、気持ち的やめんね。それはね、コタが一番優しいかもしれない。いや待てよ、それだと俺も優しいぞ。いや、俺はだからね、そこが俺はすごい頭に残ってた。やばい、偏見だけど、照れちゃう。こたは女を殴る人だと思ってた。え、マジ？いやこいつ、俺超偏見でさ、俺多分こいつも彼女ができたら蹴ったり殴ったりするんだろうなと思って見てたんだけど、ひどい。そんなエピソードあったの？ そんなエピソードあった？あ、こたって前からあるよ。俺はそう、あの、なんだろう、ハムチとはよく話すよね。うん、これだって俺の彼女がさ、筋トレの時相談されたりとかさ、どうした方がいいんじゃないとかやで、そうそうそう、だから答えは、あ、女の人に対して、その、で、そのハムッチとさ、その時ハムッチ、まあ俺付き合ってた子いて、うん、で、まあ、何プレゼントあげようかなみたいな、ハムッチにガチで相談したりとか、へー、うん、いやー、なるほど、ありがとうございます、うん、これを聞いてとかはなしだよ、コタ、これを聞いて、わかるわかるよ、それは。あ、まあ、それはそうだな、それはわかるよ、うん、じゃあ、ちょっと、じゃあ順番的に、じゃあ答え行こうか。俺かスタンビかな、俺は。いや、俺なの、わかりやすいな、俺なのわかりやすい、俺なの、まあ、これ俺自体が、その、なんていうの、手のかからない子が好きなんだよ、うん、ある程度、こう、芯があって、あ、はい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 、落ち着きとかね、そう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 、落ち着いてる子がいいんだけど、まあ、スタンビは、本当それこそね、やっぱ芯がしっかりしてるっていうのと、あの、まあ、やっぱ手かからないよね、本当に。手がかからない。あ、まあ、確かに。そこなんだね。手がかからないとかなんだね。そうそう、パソコン与えておけば、なんか、ね、問題ないでしょ。勝手にやればみたいな。まあ、確かにな。そうそうそう。で、遊びたかったらさ、なんでも結構ノリいいじゃん、スタンミナって、うん、そう。遊びに行こうよって言ったら、まあ、ね、あ、じゃあ行くかみたいになるから、そうそうそう。だから、まあ、どの点かな、やっぱ。この話はちょっと照れちゃうね。ね、いやー、でも面白いね。この話はさ、うん、ちゃんとちゃんこのメンツで話すと思わなかったね。適当じゃなくていいじゃん。あまりにも気持ち悪いからさ。汚いから。あまりにもキモいからさ、俺これって動画のネタとかじゃないとさ、俺抜けるもんね、VC、ぺって。これだって。これだって、全カットでしょ、全カット。俺の聞いてなくない？俺の聞いてなくない？俺の聞いてなくない？俺が、じゃあ次は俺でいいわ。あの、答えが失敗してくれたから。ああ、うん、そっか、そうそう、僕はエイクなんだよね、
うわ、怖い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 わ、声がドゥフじゃねえんだよ。これは俺はなんかね、やっぱりおもろいやつがいいなっていう、女性でも話してて飽きないなっていう人がいいよ。ちょっと私ですよ皆さん、あの指名ないところ申し訳ないんだけど、うち その振り方は本当に悪意だよ。今まで指名順にさ、指名された順にやってて、指名なかったからしょうがなく興味ない、興味ない、興味ないの、興味ないの、興味ないのね。興味ない。だから、ちょっと聞きたいなじゃん、俺も。ハムチ。誰を選ぶ？いやでも消去法なんだよな。タイプがまず女性でしょ。女性目線からしたら俺タイプいないもんだって。エイクじゃん。俺ね、まずから絶対選ぶと思うんだよ。ああ、だからコタはその点で、もうない。もう外れちゃってるわけよ。ひどい。ひどい。で、サンミはすごくたまる。すんだよ。やめてよ。この話。おい、あれだから。やばい。やばい。なあと思って。この話良くない。これやばい。ジュースから巻いてみて。どこだこれ。全然わからん。俺だ。なんでだよ。どっちかっつうとさ、お顔ね、やりたいんだわ。あ、そうなんだ。あっち側でしょ？は？はぁ？ド M に言うのとしてたの？お隣さんじゃん、今の。あれ？あ、バレ、あ、どうした？どうした？イエーイ！俺は今回、バイポッド武器持ってるから。いやいやいや。M14 っていう、初めて来ました。答え6倍。あ、もう来てるわ。2人いる。2人だよ。2人。人なの？答え6倍。はい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 。え、どこにある？早いね。あ、いるね。ここ、ハムチェ、ここ。こっち。一発当てたけど、めっちゃ落ちるんだよ、この武器。どこまでいる敵？奥いるよ。一回捨てるわね。まだ奥？どの辺が？もっともう今ね、あのガスギリギリぐらい、あ、車乗るかもしれん。あ、車あるわ。これ車準備。爆発させるぞ。オッケー。プロット準備よ。来るよ。来てるよ。オッケー。これどっかで曲がって打ち。あ、ナイス。あ、ナイス。よく打った。あ、今あれ起こしていってるわ。オッケー。する。でね。一人木畑です。ナイス。ヘッショ。ナイショー。あの車の後ろにたくさんいるんだな。え、車の後ろいるよ。あ、今一人起こしてる、あいつ。オッケー。俺に任せろ。詰めるね。うりぇあ。帰っておいて。いや。はい。あ、むっちは。いや、この忍法に紛れてさ、木もう一個ないの。俺、木投げるからさ、近接戦闘挑もうぜ。近接セット挑む。俺投げた。いいよ。近接セット挑むよ。もう見えない。挑むよ。俺木抱いてる。待てよ。木が開くまで待て。行くぞ。いいよ。近接セット挑むよ。勝つぞ。俺先行くね。これかなり近いよ。もう近いよ。いるよ。いる。林の後ろね。林の後ろ。その奥にも行ったあ、待って、あっちにもいるわ。あの、あそこにもいるわ。あ、おい！あ、いいの。ちょ、何やってんだ、エイク。何フライパンなの？おお？技術戦闘って。違う。フライパンじゃないの？意味わかんねえ。抜くのか？まさか？抜くのか、ハムチ？玉がね。さか。入れて。やっちゃえ。おわ、しゃがんな。変さいらん。ナイス一発。あいつアンチガイだぞ。あいつアンチガイ、アンチガイ。いやー、起伏。いい起伏。神。おぉ。うわ、やばい、攻めてる。あ、しゃがんで。
茶番屋とか。フラッシュラインやんけ。行っちゃってますね。その辺いそうだよね、右側ね。あの、木の。あ、いた。いたね。当ててるね、当ててるね。フェンスターほぼいらんのか。あの木だ。うわぁ！地味だな。